一夜文明9月18日から1990年12月8日は、日本の歌人、国文学者、群馬県群馬郡、上外村の貧しい農家に生まれる。祖父の藤十郎は、賭博で身を持ち崩し強盗団に身を投じて、北海道の州時間で極死したと伝えられており、家族は村人たちから冷たい目で見られ幼い文明に、とって、故郷の村は耐え難い環境であった。 父の安太郎は、農家の傍ら、キー糸やマユの仲買いで生計を立てていたが、村に居づらく、村を出入りして、商売をしていた。三歳から、おば、のぶの嫁ぎ先の福島家で育ち、幼少期に、信ぶの夫、福島修二郎から俳句を教わった。旧姓高崎中学在学中から、蛇障子の筆名で、俳句や短歌を、ホトトギスに投稿。卒業後に、恩師、 村上茂之の紹介により、伊藤幸雄を頼って上京し、短歌の指導を受け、荒ぎに参加。さらに、幸夫の行為により、第一高等学校門下を経て、東京帝国大学に進学。東大在学中には、芥川龍之介、久米正浦と、第三次、新市長の同人に加わり、井出つ太郎の筆明で、小説、戯曲を書いた。 1916年に文学部哲学科卒業。1917年に荒ぎ選者。長野県の諏訪高等女学校、松本高等女学校で、教頭、校長を務める傍ら作家活動を続け、法政大学予科教授の1925年に第一科集、冬草を出版。1930年には斉藤茂吉から、 らぎの編集発行人を引き継ぎ、らぎ派の指導的存在となる。新州を去って上京する頃からの歌を収めた歌集、王冠集を発表し、歌人としての地位を確立する。自然主義文学の影響によるとも言われる、露悪的と見えるほど、友人や肉親を突き放した、冷静な視点の歌い方は、この歌集以降に過断に一般的になった。 万葉集の研究に打ち込み始めるのもこの頃からである。さらに、都市社会の目覚ましい変貌を波長も恐れずに、植物的なリアリズムで描いた三夜集、太平洋戦争へと向かう日本社会の動きを描いた、六月、風、昭安州などの歌集で内容を深める。第二次世界大戦中は、日本文学報告会単価部会館次長。 1944年7月から約5ヶ月、中国大陸を視察。これを元にした歌集、旧青州を出版。終戦間近の1945年5月、東京、青山の自宅が空襲により消失。このため、群馬県東郡原町川戸に疎開、終戦を挟んで6年半同地で生活。この間にも多数の作品を制作し、山下水、 自流戦といった歌集に収められている。疎開先からもしばしば上京して、荒ぎの復刊に努め、文明戦からにて優れた指導力を発揮した。文明文化には、近藤義美高安国よ、吉田すすぎ、渡辺直樹、吉田正敏、岡井高志がいる。戦後は1952年に、明治大学文学部教授、東京都港区青山南町に、 終わりの住処を定める。九百五十三年に日本芸術院賞受賞、日本芸術院会員、宮中課会の選者になり、九百八十四年に文化功労者、九百八十五年に西南アト州で第八回現代短歌大賞受賞、九百八十六年に文化勲章を受賞。またこの年に東京都名誉都民、群馬県名誉県民となる。 長い間花壇の最長老として活動し、晩年まで創作活動を続けた。1990年に肺炎のため、東京都渋谷区千田谷の代々木病院で死去。百歳没。戒名は、五宝石名神寺。没後、十三味に除された。万葉集の研究でも知られ、代表作に、万葉集年表、万葉集支柱、万葉集名家表尺などの著作がある。 一夜文明記念文学館、ありがとうございます。